続いて、メタヒューリスティックスの適用例について説明しようと思います。で、対象とする問題は、まあ、代表的な、組み合わせ是非化問題で、まあ、そんな難しくない。だけど、理論的には NP ハードって言って難しいものを、まあ、こういう問題です。二次割合ってグラフ分割、巡回セールスマン最大クリーク、グラフ彩色、で、ジョブショップスケジューリング。まあ、こういう問題に対して、どうやってメタヒューリスティックスを設計するのかというお話をしていこうと思います。最初は二次割当て問題で、どういう問題かというと、2つの行列が与えられています。で、1つが移動量行列。ではこの3人の、人たちが、週に何回かこうお互いに会って遊びに行って会う必要があると。これを移動量行列という FIJ というところに保管しておくとしましょう。で、もう一個の行列が、距離行列。で、ディスタンスなんで D。ちなみに F はフルクエンシーで F。で、3つの場所があって、それぞれの間に距離がある。距離が与えられている。で、問題の目的はこの3人の人がどこに住むと、週にこう行き来する時の移動距離の合計が最小になるでしょうか。で、この3人をこの3つの場所に、割り当てるので、この割り当て問題っていうんですね。で、例えば、この人がここ、この人がこっち、この人がこっち。というのを割り振ったとしましょう。まあ、順列を、順列パイを決めれば、これが解になる。順列というのが解表面になる。それに対して、こういう配置になったときに、このフルクエンシーとディスタンスを掛け算して、合計した値、これが目的関数値になるので、これが二次関数になってるでしょって話だね。掛け算になってる。ということなんで、ちゃんと書くと、V というのが、地点と比と同じディメンジョンを持っているので、N 個の、点があったとして、その N×N の2つの行列、フルクエンシーとディスタンスの行列が、与えられるときに、V 上の、順列、パーミュテーション π をやったときに、FIJ と DPiIDPiIPiJ だね。この π というのは、その人がどこに割り振られたのってあるので、距離はこれで与えられる。これが、二次割り当て問題の定義です。で、応用はいっぱいあります。レイアウト設計とかね。あとは、回路の配線問題とかいうところで、応用たくさんあるんですけど、QAP リブっていうのもあって、QAP ってのは二次割り当て問題のことで、クワドラティックアサイメントプログラム。で、そこそこ難しいというか、非常に難しい。N が30ぐらいでもう、なかなか最適解というのは出せないわけです。で、ただし、メタヒューリスティックスの設計は非常に簡単で、例えば、近傍なんていうのは非常に簡単に、問題の解は順列ですから、例えば、この2人の位置を変えましょう。スワップ近傍って言うんですけど、ってやると、位置を変えると距離の差が計算できて、減ったら変えましょう。これを繰り返していけば、そこそこの問題だったらすぐに答えが見つかるわけです。で、タブーサーチを設計する。実際タブーサーチが非常に、タブーサーチか、説明しなかったけど、アントコロニーなんていうのがいいって言われてて、属性というのは、その解の違いを表現する最小の集合だったから、交換した人のペアを覚えておけばいいでしょう。もしくは、人と家のペアってもある。前は、この人はここに住ん、えっと、この人はここに移動したので、しばらくはここには戻らないようにしよう。だから、この人はここの位置に戻すという近傍はダメよと。で、この人も、この位置に戻すという近傍ダメよっていうと元に戻らない。要は、近傍をやった時に元にすぐに戻らないような、何か覚えておけばいい。ということです。で、実際はこちらをやった方が、うまくいく。これが実は大集合になっていて、解の表現としては、こっちの方がミニマムだという話。で、ペア集合が悪い。そうですね。一応理由もあって、実際交換していって、このペアダメだよって覚えていても、ぐるぐる回ってるうちに、また元に戻っちゃうんですね。タブーリストの長さによらず、こう巡回してしまう。これ戻ってますよね。ということで、ペアでやるのは良くなくて、この人がここに住んでるのは当分このうちに戻らないでねってことをやっていけば、そうですね。この人、エリザベスさんは、こう言って、こう言って、こう言って、ここに戻らないでねってしておけば戻らないわけです。
で、一応理由があって、自然な定式化、問題を定式化もできます。数理計画で定式化するときは、人 i が e や j に割り振られたとき1、アザバイス0みたいにやるので、で、こんな風に定式化できます。0、1変数を使うと二次計画みたいな。で、一つなんで、コンベックスでない二次なんで難しいんですけど、これ割り当て問題の制約ね。難しいんですけど、まあ、こういう表現したときに、やはりこの ik というのは1になったら、しばらくの間、近傍をやっても ik が1にならないという表現ですね。それが、人と家のペアにした理由になるわけです。で、次の問題。グラフ分割問題。また同じ例で、今度6人の人が、この線のある同士が仲良しとしましょう。で、これを2つのグループに分けて、仲良し同士が違うグループに行くのはなるべく最小化しましょう。という問題がグラフ分割問題です。まあ、こういうグラフが、義文の時に、等分割って言うんですけど、同じ大きさの、偶数で6人なんで、3人ずつ分けて、違うグループ、赤グループと青グループにまたがってしまった線の数を最小化する。というのが、グラフ分割問題です。ちゃんと定義すると、向こうグラフ G、で、V というのが点ですね、バーテックスセット。E というのが点、枝集合、エッジセットで、V の分割 LR で、その位数、集合に含まれているものの数が等しいものを見つける。で、その時に L と R の間にある枝の本数を最小にするのがグラフ分割問題です。LSI とか、あとプログラムの分割とかにも応用があって、私がこれ取り上げた理由は、ベルケンのデビッド・ジョンソンが昔、シミュレーテッドアニーリングが本当にいいのかどうかという実験を、たくさんしました。その時に採用した、最初の問題だったというので、この問題に対して取り組んだわけです。で、近傍は、例えばこういう集合があった時に、2人の人を、グループを取り替えましょう。ね、赤グループから1人あげたら、青グループから1人もらう。というので、違う分割になる。それで枝の本数が減っていれば取り替える。こういうのが非常に自然な近傍です。で、遺伝的アルゴリズムを設計するときには、交差というの、クロスオーバーというのを定義する必要がありました。で、こういう分割があったときに、どっかでちょん切って、2つの子供を作るなんていうのが、交差の例になります。で、今みたいに実行可能か、すなわち、等分割。だけを、解の表現としたときは、実行可能解だけをさ、たどる。まだスワップ近傍とかやった場合は、どんな雰囲気になっているかというと、こんな風に局所的最適解がいっぱいあって、なかなか、対比的最適解が見つからないという状態になります。で、工夫なんですけど、こういうことをします。等分割というのは3人対3人に分けるんですけど、多少人数の違いがあったとしても、いいじゃないか。24も許しましょう。で、これは実行可能解では、元の問題に対する実行可能解ではないんですけど、疑似実行可能解といって、これも探索するようになると、少しは探索しやすくなるということが知られています。例えば、24にしましょう。ね、で、この人を移動させて、これ42にしましょう。で、こう1個だけ移動して、ちょっとだけずれるというのも許す。で、ただし、元の等分割に返ってくるようにしなくちゃいけない。そのためには、またいろいろな工夫をする必要があって、一番簡単なのは、ペナルティ関数法です。実行可能解というのは、この山の、上にいるというのが実行可能解という話をしましたから、ちょっと外れるというのは、気球で上に浮いているようなもの。で、外れていって、例えば、24はいいんですけど、15にあったとか、06になるとやばいので、気球が上の方行っちゃってるので、なるべく着陸するように、等分割になるようなペナルティ、実行可能性を表すような、のを目的関数に加えてやりましょうっていうと、だんだん、等分割になるように下がっていくので、いいとこ行くでしょうっていうのがペナルティ関数法です。もちろん、この実行可能性と目的関数のバランスが悪いと、どうなるかっていうと、実行可能にならずにどっか行っちゃったり、もしくは、すぐに落ちてしまう。なんてことが起きます。だから、これは、非常に作りやすいんですけど、パラメータの調整が難しい解法と言われています。で、もっと上手なのは、実行可能解の集合をちょびっとだけ緩めて、例えば、33だったら24と42だけ許す。そういう疑似実行可能解上だけ探索しましょう。
なわけで、一旦2、4に移ったらすぐに戻る。なんてことをする。2、4になったら3、3。ちょっとこの図は変なんですけど、一旦外れたらすぐ戻る。っていうのを繰り返していくことによって、より、これが、これですね。そういう解放は、これ、戦略的振動と言います。わざと実行不能に行って、実行からに戻す。ってことをすると、いい答えに、簡単に、いけるでしょうと。実際にグラフ分割問題に対するタブーサーチで、まあまあいいのは、こういう、一個だけ点を移動させるという近傍で、この、戦略的振動をやって、タブー、禁断リストというのをうまい具合にやったタブーリストをうまく設計するといい解放になることが知られています。で次の問題は巡回セールスマン問題といって、点が与えられていて、これらの点をちょうど1回ずつ通って帰ってくる最短経路を出すという、非常に有名な問題で、トラベリングセールスマンプログラムと言われています。でちゃんと定義すると、グラフが与えられたときに枝状の重みとか費用とか距離、関数 D というのが最小になるようなハミルトン平路を出すので、ハミルトン平路っていうのは全ての点をちょうど1回ずつ通って帰ってくるようなサーキット平路なので、これが定義になります。で、応用もいっぱいあって、トラックの配送からスケジューリングから、基板の穴開けとか、いっぱい LSS 設計とか、たくさん応用がある問題です。で、ライブラリーも当然あって、たくさん、問題集が準備されで、近傍なんですが、一番単純なのは、2本の枝を切って、それより短い2本の枝で、すげ替える。ですね。これは枝の距離を表していて、A、B、C、D を外して、代わりに A、C、A、B、なきゃ B、D か。というのを、下げましょう。で、下がったら、取り替えましょう。というんですけど、うまい探索をやるためには、A、C をちょん切りとしたときに、AB をちょん切るとしたときに AB よりも短いような C だけこの C という点を探すときはこれより短いとこだけちゃんと探すなんていうのをうまくやったりすると高速な2オプトこういう近傍を使った解放2オプトっていうんですけどが設計できます。例えばこういう解が実行可能解があったときにこれですね2本付け替えてこっちの方が短ければ取り替えるっていうのが2オプトです。で当然これの拡張で3本ジョン切りというのがあって3オプトというのができます。で、4オプトとかやると時間かかっちゃうので普通は3ぐらいで止めるんですけど、その中間ぐらいで、2.5 オプトとか挿入オプトとかもしくはオアオプト、オアって人が作ったんでオアオプトとか言われている近傍があります。これ何かっていうと、ある点の、普通1個か2個か3個ぐらい選んできてそいつを今あるところから外して他のところに挿入する。その時にこれとこれが足されるのかな。その費用が前の切った時の費用よりも短かったら取り替える。これが挿入オプトです。で、クロスオーバー、交差もいろいろあって、親世代があって、子世代があった時に、この点を、挿入オプトを使って、これを外して、これが親でこう並んでた時に、これ同じ点があるとこもあるんですよね。点はちょうど1回ずつ同じだけない。したがって、こっちの赤い巡回をやるんですけど、ここの部分はこれを採用して、同じ点があったらそれを取ってしまう。なんていうので、一応クロスオーバーができます。実際に、もっと上手い具合に、そのクロスオーバーを設計すると、遺伝的アルゴリズムも、そこそこいい答えが出てくるってことが最近では知られています。実際にそのローカルサーチ系でずっとチャンピオンだった、今でもチャンピオンのうちの一つなのが、リンカーニハンオプトってやつです。何してるかっていうと、まず最初に3オプトをします。その後に2オプトを、近傍を使うんですけど、解が改善されるやつだけ。で、実は局所的にタブーサーチみたいな、元に戻らないようなことをしながら、深さ優先でタブーサーチをしていると解釈できます。実際このリンカーニハンオプトっていうのが出てきたのは、タブーサーチとか出てくるもっともっと前なので、そういうのをちゃんと作っていました。で、実際に探索は、ある点、枝を選んで、切ろうとします。で、3オプトをするわけですから、この地点から、枝を張ったときに、AB よりも BC の方がちっちゃいやつに限定して切ります。で、ここをちょん切って、これで戻ってきたら3オプトなんですね。3本切って3本入れた。で、ここで戻らずに、どうするかっていうと、これをアンカーポイントって言うんですけど、
ですね、今 A というのをアンカーポイントなので、 A をから D に行って E に行って B に行って C に行って最後に F に来てる。でこれは1本のパスになってるんですね。ここで戻ってきたら3オプトなんですけど、この BE とか BC というのはこれ 今入れた枝なので、これこの枝を切るってことはしちゃいけない。他の枝は切ってもいいんですかね。だからまあ一種のタブーサーチみたいに、まあ、これをタブーリストに入れておきましょう。でこの状態で何をするかっていうと、 F から再び図が変になってますけど、これが元のようになっていて、そうですね、ここから1本出して、そうすると こういって逆回りになる。これで帰ってくるっていうと、まあ、2オプトやったことになる。で、これ、そうですね、そういう近傍を深さ優先でどん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 繰り返していくというのが、このリンカーニハンサーチです。これを使った近傍探索がリンカーニハンオプトです。で、次が最大クリーク問題。で同じようにグラフが与えられていて、なるべく、まあ、多くの人数でピクニックに行きたいんだけど、仲良し同士じゃないと行きたくない、ね、仲が悪い人を入れて行きたくないというので、でなるべく大人数で行くっていうのが、最大クリーク問題で、この場合はこれです。この4点を選んでくると、これ完全グラフになってます。すべての点の間に枝があるという部分グラフなので、これをクリークと言います、グラフ理論。この場合、位数が4の部分集合見つかったので、目的から数値は4というのが最適解であることがすぐに分かります。で、最大クリック問題というのは、定義はどう何かというと、向こうグラフ、枝の向きがないグラフ、G というのが与えられたときに、最大の安定集合、あ、これ逆で出てきますね。クリックの補グラフといって、枝のあるところは枝を張らない。といったグラフを作ると、要は、さっきの仲良しが、要は枝がないときに仲良しだというふうに定義できます。そのグラフ上で、ですね、間に枝のないようなの安定集合と言います。で、それのなるべく大きいのを出すという問題は、最大クリークと、同じ問題になります。で、応用いっぱいありますけど、ベンチマーク問題みたいなものもあって、だいぶ前ですけど、ダイマックスチャレンジっていうので、問題が集められて、みんなで競争しました。そこそこ難しい問題。で、さっきのやつは、枝を反転させると、このように選んでくると、この間には枝がないので、これが安定集合です。で、やはりこの探索も、真面目に、最大クリークとか最大安定集合だけをやるのはあまり良くなくて、ちょっとだけ外した回なんていうのをやるのがいいと言われています。多少仲が悪くてもグループにしちゃおう。その代わり、後で追い出そうみたいなことをします。で、近傍は何かっていうと、新しい点を加えるか、誰か一人外すか、なんていう近傍が考えられます。で、グラフ彩色問題ですね。で、また同じようにグラフが与えられていて、この、グループをなるべく最小の色数で、クラスに分けたい。で、同じクラスに入っている人の間には枝がないようにしたい。ですね。枝がある人同士は仲が悪いと思ってください。だから、黄色グループは、ですね、この3人は、さっき の安定集合になっていればいい。だから安定集合に点全体を分割するのがグラフ彩色問題です。ちゃんと定義すると、やっぱり向こうグラフ G があったときに、安定集合への分割で分割数が最小のものを出す問題です。これはちゃんとした割、いくつかの応用があって、時間割とか、あとプリント基盤って周波数割り当てとかね、そういう応用があります。昔グラフ理論の方で4色問題っていうので有名になったんですけど、地図を4色で塗れるかっていう定理ね。定理の証明難しいんですけど、解くのは非常に簡単です。で、これもダイマックスチャレンジでなってました。と同時に、デビッド・ジョンソンの、実験的解析の2番目の問題として、使われていました。あ、4色問題ありますね。これ、地図があった時に隣り合う、この隣接している国同士は違う色で塗らないとかなくなっちゃうんで、塗れますかって問題。4色なんで非常に簡単です。で、近傍です。近傍はちょっと難しいんですけど、こう、同じグループになっていて枝があると、それは実行可能でないので、それは悪い枝ということにしましょう。その悪い枝の数を、最小にするなんていう手しかできます。で、近傍としては、色を1個変えるんですね。色を1個。1つの人の色を別の色に変えるなんていう近傍ができます。ただし、この回復をやると、すぐに詰まってしまってうまくいかないこともあります。
もう少しお利口な金文としてケンペチェインっていうのがあります。どうするかっていうと、こういう交互で色が違うこういうパスを見つけてきます。これ赤黄色赤黄色ですね。赤黄色赤黄色で赤組と黄色組がこう交互に、行くようなパスが見つかりました。これをケンペチェインって言います。でこれ見つかったらお互いが赤黄色ですから、赤グループと黄色グループを全部取っ換えちゃえばいいという金棒をするのが、ケンペチェイン金棒です。ですよね。赤グループを黄色グループ、黄色グループを赤グループ。で最後の問題がスケジューリングで、ジョブショップスケジューリング問題という問題です。これは一番ややこしいんですけど、ジョブショップというのは、この、例えば仕事というのが3つあります。これを作る、これを作る、これを作る。仕事というのは、いくつかの作業から構成されています。これを作るには、これ、これ、これ、という3つの作業をする必要がある。これも同様に3つの作業から構成されている。で、作業をする順番は決められていますし、時間も分かっているとしましょう。これ作業時間がある。で問題なのは、機械というのが定義されていて、見づらいですけど、この作業をするにはこの機械がいる、この作業をするにはこの機械がいるですね。このハサミがいる、この作業をこれとこれこれするにはこのトンカチがいるというので、それぞれ作業はを占有するんですね。この機械というのは1個しかない、したがって同時にこれとこれをやることができない。でこういう問題です。その時に、最大完了時刻、すべての作業、すべての仕事が終わる時刻を最小にしましょうねっていうのが一番標準的なジョブショップスケジューリング問題です。で今の問題をグラフを使って表現しますと、こんな風になる。作業が3つあって、これが1つの仕事です。作業間の先行関係は、こういう有効枝で表します。問題は、ダミーの開始時刻、0から最後の仕事が終わった後に行われる、まあ、ダミーの、まあ、作業ですね。ソースとシンクを与えるときに、シンクの終わる時間、時刻を最小にするっていうのが目的です。で、同じ機械を使う。作業同士にはこういう枝を張っておきます。これを、離接枝、ディスジャンクティブアークとかって言って、まあ、これとこれは同時にできないことを表すんですけど、この順次は決まってません。だからこの離接枝の向きを決めるというのが、問題の目的になります。でこの3つが、やっぱし同じ機械を使っていたので、こういう離接枝が張られます。この3つもそうで、そうですね、今言ったように解は離接枝に向きをつける、この順番でやりましょう。この後にこれやって、この後にこれやるっていうと、当然この後はこれ。で、経路を含まないような向き付けをする。で、すべてのその同じ機械を使っている離接枝に向きを与えると、一つ実行可能解が見つかります。これがまた、見つかると、実はこういう経路を含まないグラフ上で、この地点からこの地点までの最長路、最長路で、まあ、点の上に、距離があるんですけど、まあ、それを枝状に移すのは簡単なので、まあ、そのパスに乗っている、この数字の合計が最大になるようなものを求めるというのが、求めれば、この解における解が、この向き付けにおける目的関数値が定まります。最長度というのは、だいたいこの枝の本数ぐらいで簡単に求まるので、ですね、こうやって求まります。この場合、こうですね。こういうのをクリティカルパスとか言ったりします。で、離接枝のところがちょっと黒くなってるんですけど、この離接枝は、ここがクリティカルなので、これを取り替える、こっちは、クリティカルパス上に乗ってないので、ここを取り替えても目的関数値は良くならないということが知られているので、こいつらだけを反転させるという金棒を考える。制限付きの離接枝反転金棒ですね。クリティカルパス上に乗ってるやつだけを考えないと、より効率的に探索できるということが知られています。で、まあ、また目的関数値を計算して、で、これも、悪名が高いってあるんですけど、まあ、どの問題も NP ハードなんですが、一番最初にやった二次割り当てと、このジョブショップスケジューリングというのは、非常に、いい答えを出すのが難しい。実験的にですね、実際的に難しい。し、まあ、ジョブショップスケジューリングは、まあ、実際の応用も持つ問題です。で、この手の問題は、OR ライブラリーという、ビズリーさんが集めたライブラリーがあって、まあ、そこに、これも入っていますし、まあ、他にもたくさん、ベンチマーク問題というのが準備されています。
そういうのを使って、まあ、タブーサーチがいいか、他のメタヒューリスティックスがいいかなんていうのをたくさん実験をしている人たちも昔からいました。まあ、最近はだいぶ成熟をして、まあ、ある程度ちゃんとデータ構造とか近傍をちゃんと定義して、プログラムをちゃんと作れば、どの解法でもそこそこいい答えが出るということが知られています。まあ、以上で、まあ、メタヒューリスティックスの一番基本的な概要の説明を終わりにしたいと思います。